有馬記念前日の夜、俺は一杯やることにした。グラスいっぱいに注いだワインをしっかりこの目で楽しんで、香りなんかも今回ばかりは楽しんでみる。正直わからない。今日の夜から冷え込みがひどく、明日は1月並みの寒波が来るそうだ。そんな寒さがひどい日にはキムチ鍋を作ろう。ニラ、えのき、豆腐、肉、卵と盤石の布陣だ。まずは雪平鍋にゆで卵を作るお湯を準備する。俺はキムチ鍋に卵を入れるのが大好きだ。おっと、コンロのボタンを間違えてしまった。なぜだろう。コンロのボタンと電気のボタンはいつまで経っても間違える。つけたい電気じゃない電気を点灯させてしまう。何も考えずに押してるからだろうか、覚える気がないからだろうか。二択で間違う勘の悪さは正直私生活でも発揮しまくっている。今年一年もいろんなことがあった。ダノンスマッシュとレシステンシアの二択を間違える。レッドジェネシスとオーソリティの二択を間違える。赤い鳥の娘とソダシの二択を間違える。しかし終わりが良ければ全ていいのだ。今年の有馬はデータとオカルトの二択。予想動画で紹介した追い込み場の考察か、それとも有馬記念恒例1年の出来事に関するオカルトか。絞りきれてはいないが、オカルト動画で紹介したディープボンドか、それとも爆穴狙いでシャドウディーバに行くか。もちろん俺は予想動画で示したように結果シャドウディーバで行くことに決めた。ちょっとここらで運試しをしよう。あの穴に入れる。今週ばかりは運も俺に味方しているのだ。離れたゴミ箱に投じるギャンブルに俺は今回勝ったのだ。キムチ鍋の神様にえのきを手向ける。花束代わりだ。ひと手間加えてニンニクも入れてやる。具材が喜ぶ入浴剤代わりだ。おっと、卵がジャグジーに浸かって10分、上がりたそうにこちらを見ている。ならばお望み通り、その硬いベールを今から脱がしてやる。カラカラになってんだろ。殻だけに。ゆで卵の割り方は簡単。まずはできるだけ多くのひびを入れる。その方が最初に割った時の開口面が大きくなるからだ。何事も最初は肝心。一発目でうまくいかないとその後綺麗に割れないのだ。まさに卵の人生を担っている。綺麗な姿で生み出されるか、それとも欠けた状態で生み出されるか、卵にとっては大事なことだ。よし、この子は綺麗に生み出せそうだ。うん、上出来。美人さんだ。美白のエッグモデルの誕生だ。さあ、最後の直線です。いけるか。本命のシャドウディーバ直線入り口に入る頃には失速。そのまま悲しすぎる。直線で叫ぶことさえ俺はとうとうできなかったのだ。なんだこの落ち着いた感染は。直線で勝負になっていないと叫ぶことさえ許されないのだ。しかし前を向こう。オリンピックのオカルトは全て当たったのだから。でもこのオカルトが使えるのはまた3年後だ。はい、先ほど有馬記念がありまして結果が出ました。僕はですね、シャドウディーバを本命にしていて、この子から馬券を買っていましたので、見事に綺麗に
外れてしまいました。まあ夢をつかみに行った結果なんでね、まあ、この選択に関しては悔いはありません。悔いはない、まあ、悔しくないって言ったら嘘になりますけれど、まあ夢をつかみに行った結果なので、はい、まあ、この選択に関しては満足しています。まあ展開が向く向かないっていう話以前に、まあちょっと力が足りなかったかなっていうのが、まあレースを見た正直な感想ですかね。まあ来年以降はね、普通に夢をつかむっていうよりもちゃんと当てるっていうことを意識したレースでは、あからさまに足りないって思えた馬はあんまり拾わないようにしようっていうのが、まあ、今回の教訓ですかね。ということで、ダメでした。ご視聴すいませんでした。はい。ということで、まあ有馬記念の話に関してはね、今回ちょっと結構いいレースだったかなって思っていて、もう動画一本話せそうなぐらいの考察ができそうかなって思ったので、これに関してはですね、またちょっと今度時間を取って、動画を撮ろうかな、作ろうかなって思っているので、今回はちょっともうここでは割愛します。非常にいいレースだったなって思っています。はい、またちょっと今度ね、話したいなと思っています。で、一応ですね、まあ今回のこの動画が、おそらく僕のバイトの A 君チャンネルの2021年の最後の動画になります。はい、なので、皆様に届けられる、一応今年最後の動画になると思うので、最後のご挨拶をさせてください。まずは、今年1年、このチャンネルを見ていただき、本当にありがとうございました。本当にもう皆様のコメントには、僕自身も楽しませていただきましたし、勉強になりましたし、本当にこう心が豊かになった1年だったかなって思っています。ただその一方で、ジャパンカップの予想動画で伝えたように、このチャンネルはですね、収益が今入っていない状態なんですね。もう去年か、去年の10月からずっとこの状態が続いていまして、まあそういう意味でかなりちょっと辛い1年だったなっていう感想でもあります。まあそっちの印象がかなり強かったかな。まあ動画を作るたんびにね、ああこの動画にも収益入んないのかなって思いながら作るっていうのは結構精神的にも来るものでして、まあなかなかこうちょっとモチベーションの持ってき方であったりとかが難しかった1年だったかなって思っています。はい、まあでもね、そんな中でも結構僕の中では新しいシリーズがこのチャンネルでたくさん作れたので、ね、その中でも当たり企画みたいなものがね、結構出せたと思うので、それはすごく良かったかなって思っています。なので、また来年以降もね、まあちょっとどうなるかわからないんですけれど、またより良い動画が作れるように頑張りたいなって思っています。はい。まあそうですね。ちょっともう来年のじゃあ話もしておきますか。まあ来年はですね、まあ正直ね、ジャパンカップの予想動画でそのことを伝えて、で、チャンピオンズカップ、阪神ジュベナイルフィリーズ、アサヒアフューチュリティステークスで、自分の中でまあ工夫改善をして、ちゃんと収益が入る動画を作りますみたいな。何が引っかかってるのかっていうのはちょっとわかんないんですけれど、別にそんな違反してる覚えはないんですけれど、なんかこう、ちゃんとこう収益が入るような動画を AI の目をくぐってね、作っていけるようにしたいです、みたいな話をして、この3週間を迎えたんですけれど、やっぱりね、どんなに工夫をしても、もう入らないもんは入らないっていう感じだったんですよね。はい。まあ、ちょっとまたね、どういう動画が入りそうで、まあ、どういう動画がダメなのかっていうのは、まあ、ちょっと今後また動画を作ろうかなと思っているんですけれど、やっぱりね、結構怪しくって、もうこの有馬記念ウィークにも、ちょっと怪しい動画があるんですよね。もうそのアナリティクスを見ると、もう不穏な動きをしてるんですよ、すごく。はい、まあ Google に問い合わせても「いや別に問題はないです」って言われちゃってね、もう全然本当に牛丼の特盛ぐらいの、前にも言いましたけれど、牛丼の特盛ぐらいしか支払われないみたいなことになっているんですよね。なのでまあちょっとわからないんですけれど、はい、まあ一応ね、そういうものが全部まあ一通りその結果として、収益の結果として、まあ出てきたら自分の中で改善をして、いろんな人に共有をして話し合いをし、でまあ来年以降にどういう動画を作っていくかだったりとか、まあどういう企画を出していくかみたいなことは考えて、来年以降はやっていきたいなって思っております。まだちょっと現状では本当にどうやっていこうかっていうのが、まあその結果も出ていないですし、分かっていないので、まあ何とも言えないんですけれど、ただまあ来年以降もこのチャンネル自体は続けていって、皆様の前にこうやってね出てこようかなって思っているので、その時はまたよろしくお願いいたします。今後どうしていくかっていうことに関しては、Twitter であったりとか、YouTube のコミュニティタブっていうのかな、であったりとか、まあ動画自体でね、お伝えしていきたいなって思っていますので、ぜひチャンネル登録を、そのままにしていただいて、何かあった際には、しっかりとね、僕の通知を受け取れるような状態にしておいてほしいなって思っています。また来年以降もよろしくお願いいたします。はい。ということで、
ちょっとね本当に来年の抱負とか言いたいところなんですけれど、本当に何どうなるかっていうのが全く今分かってないので何とも言えないんですけれど、まあでもねどういう形になるにせよ頑張りたいなと思っていますので、いやまあでもね、まあ一つあるな、来年の目標はやっぱねもうちょっと当てられるようになりたいもうちょっと当てられるようになりたい。さすがに当たんなすぎでしょって感じだもんね。競馬ってちゃんとなんか当てられる人はなんか当てられるんかなってなんか思ってきたんだよな最近。ちゃんと見える人には見えるって気がしてきた。そう思えるので、ちゃんと技術を磨けば向上していく力かなって思っているので、来年1年はちょっと自分の中で飛躍の1年っていうよりもなんか溜め込む1年にしたいかなってちょっと思ってる感じですかね。はい、ということなので、まあ、より一層、まあ、データの勉強もしつつ、もっとね、馬自体を見られるように精進していきたいなって思っています。はい、ということで、皆さん、今年1年、ご視聴ありがとうございました。ではまた、来年以降も、このチャンネルをよろしくお願いいたします。ではまた、来週の動画で、いや違う、来年の動画でお会いいたしましょう。失礼いたします。本当にありがとうございました。